はいどうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、りゅうです。さあ本日なんですが、視聴者さんからちょっとコメントをいただきまして、パンクセリオンズデッキっていう動画出した時のコメント、個人的にエクシーズ主体のパンクはパンクじゃないと思ってる。どうもすいませんでした。本当に申し訳ございませんでした。パンクセリオンズとかいうエクシーズを連打するデッキをパンクデッキと言い張って本当に申し訳ございませんでした。というわけで、今回はしっかりと融合、そしてシンクロをするパンクデッキ組んできました。まあ、ほぼ純構築パンクですね。これ、使ってみたんですけど、めっちゃ強いっす。はい。舐めてました。すいませんでした。舐めていた、パンクを。あのね、これランクまで当たった方のちょっと、デッキを参考にさせてもらって、ちょっと組んだんですけども、これ、ディアノートがまずそもそも来たから、まずかなり安定感というか、展開が伸びるようになったんですね。レベル8シンクロもできるし、まあ、こいつの墓地の効果、墓地行った時の効果でパンク蘇生できるから展開も伸びるっていうことでかなり強いんですけども、これじゃなくてね、こっちがねすげえ強かったわ。読んでみた結果、これテキストやばくてさ、まず1番目、一旦に一度自分の墓地からパンクカードを1枚除外すると手札からパンクモンスターを合わせる、まあ、展開力が上がると。はい。でさらに2番目、これ一旦に2回使用できるんだけど、自分のフィールドのサイキック族モンスターが効果発動するためにライフを払うとデッキはドローする。これすげえ強いのよ。これパンクデッキってまあフィールドのモンスターの効果バンバンライフ払って発動していくんですね。まあセアミンやら、それからマダムスパイダーやらワゴンやら何やらね、この辺のモンスターたちの効果ってライフ払って発動していくんで、基本的にこの2番の効果、まあ、絶対使うことになるんですよ。でしかもエクストリームセッション自体をね、ワゴンでサーチできるんですね。ワゴンが600ライフ払うと魔法カードを手札に加えるってここ持ってて、で、展開の都合上、まあ、基本的にはセアミンから入ってことになるんだけど、セアミンで、まあ、フォクシーチューン持ってきて、フォクシーチューンで手札コスト切りながらシャラクサ出すと。で、シャラクサで融合していくと。カープライジングをね。で、カープライジングの効果で、リリース時ね、リリースして手札デッキから、パンクモンスターをね、レベル8以外で出せるって書いてあるから、これでディアノートと、ワゴン持ってくるんですよ。で、ワゴンで、この、ストリーム、エクストリームセッション。これ持ってきて、で、シンクロ8して、ドラゴンドライブ。ここから、フィールド魔法の効果で、ドラゴンドライブで持ってきた、マダムスパイダーみたいなのを出すと、もう普通に展開力えげつなくなります。はい。ドロー2枚しながら、なんか、盤面にレベル11シンクロ1体並んでて、で、さらに、このアメージングの効果で、自分の墓地から、なんか、カープライジングとか、ジャムドラゴン蘇生して、で、ディアノートの効果で、チャラクサイ、盤面にもう一回も呼び戻すことできるから、なんか、相手ターンにこの、アメージングドラゴンっていうモンスターをシンクロ召喚する準備が整うんですよ。これめちゃくちゃ強いですね。はい。なんか、マジでね、使ってないとちょっとわかんないと思うので、早速ちょっと、対戦をご覧いただければなというふうに思っております。で、しかも、新カード、サイコエンドパニッシャーも使いこなせるっていうことね。このデッキ神だわ。うん、気に入った。デュエル。スタンバイ。まあ、悪くはない、悪くはないか。悪くはない。フィールド魔法すべきはまあ、なんとかなる。ディアノート引いてる。ちょっと、マダム、スパイダーすべきもまあ、悪くはないけど、ここで1枚ドローするカードが何かによるな。とりあえず、マダムスパイダー効果、ガンマキッツ増地投げないと止まるか、これ。増地投げないとダメだな。増地投げる。1枚ドローして貫通札引ける確率ちょっと上げる。ガンマキッツ。で、スパイダー破壊される。まあ、1枚ドローして、フィールド魔法で1枚ドローして、増地で1枚ドロー入るんで、2枚ドローできたらなんとかなるでしょう。あー、オッケーか？いや、オッケーだ。で、これで、ジャムエクストリーム来る。あー、オッケー。で、とりあえず、パンク持ってきますよ。で、セアミンですね。で、フィールド魔法効果発動。自分の墓地からパンク除外するとパンク出せるよ。フィールド魔法のすびきマジ強いから、これフィールド魔法をね、3ゼミするレベルで強いよ。まあちょっと、そんなにはいらんって時あるからサーチできるし、まあ俺は1番にしてんだけど、この3枚積みをあるレベルで強い。このカード。最強。マジで。ああ、ジャムエクストリームセッションね。エクストリームセッションマジ強いから、ちょっと皆さんも。ぜひこれすごいでしょ。これサイキック族効果発動したらライフ払ってドローできるんだよ。ターン1なくて最強じゃない。
まあ、ただちょっと一回フォクシーチューン発動するわな。でフォクシーチューン効果いらないから、これセヤミンディアノートでいいか、ディアノートに切って、でほうで浮世絵パンクシャラクサイの効果融合、ですね、これとこれ融合、あ盤面のセヤミンでよかったな、まあいいや。で、ここで浮世絵パンクカプライジングを出していく。そしてそうかじゃない、で浮世絵パンクカプライジングの効果と、喋り方うざかったごめんなさいノーパンクと、それから、まあ、これ何でもいいな、ワゴンもサーチするかもいいか、ワゴンでいいか、特殊特殊でレベル5のディアノートにレベル3のワゴンをチューニングしていく、シンクロ召喚あらあらろパンクジャンプドラゴンドライブで、ドラゴンドライブの効果チェーン1で発動、デッキから再結束レベル3モンスター持ってくる効果とノーパンクディアノートの効果、自分の墓地からパンクモンスター相対を特殊召喚できる効果、ディアノートとかいうモンスター革命すぎ。てか、こんだけ純正で回せるの知らんかったわ、俺。ごめん。パンクファンのみんなごめん。パンクセリオンとかいう、なんか、デッキに浮気してごめん。でも、純正パンク十分強いわ。マジで。そして、レベル8のパンクジャムドラゴンドライブに、レベル3のセヤミンをチューニング。シンクロ召喚。現れよ。浮世絵パンクアメイジングドラゴン、進化書が成功時効果は、破棄して、これはエースアタッカーなんでもうセアミン使っちゃっていいな。でセアミンで打点アップかっこ永続で、アメイジングドラグーンの効果発動し、自分の墓地からパンクモンスター相対を特殊召喚、オーケーオーケー、やっぱ十分強いでしょ。で無限砲弾セット以上、相手ターンにね進化召喚するって効果持ってまして、シャラクサイ君がね。で、雪うさぎが、サーチできてるんで、一応効果破壊なんかできますよ、みたいな感じですかね。で、無限包容で。まあ、一応三妨害ですけども、まあ、一応バウンス効果あるんで、でしかも一枚ドローが入ります。エクストリームセッションで。あ、めんどくさいな、それ。それめんど。それ、ゲボカスめんどいんだが。無限だな、これ。無限打って、あ、いやウサギ打って無限のやったか、消すためにカード2枚使わないといけないやつかもしれん。これバウンスした方がいいか、いやこれバウンスだ、分かった、スターター持ってたらごめんなさいするかスターター持ってたら、いやでもスターター持っててもギガンティックスプライトまでつながってた場合はウサギでなんとかなる気がするな。これちょ一回戻そう、ちょレベル2消すわ、フィールドからレベル2を消します。これで一応、相手がなんだっけ、姿勢の買い物持ってても墓地に行かなければ蘇生できないから大丈夫。浮世絵パンクアメージングドラゴン効果発動、相手のモンスターをバウンスするんで、ちなみに一応ね、自分の墓地のサイキック属レベル3モンスターの数だけバウンスできるから、なんかめちゃくちゃバウンスできるんだけど、そんな待ってる暇ないからデッキそんなに待ってる暇ないので、バウンスしていく。いやこれスターターだけ本当やめて、あー緊急テレポートか、うわーあ待って俺入ってんじゃね、これ緊急テレポート使ってる、神抹殺で緊急テレポート除外、神、これ神プレイ神プレイっていうか、デッキの中入ってる草、やった、抹殺できんの神なんだけど、これデッキ相手のスプライトの緊急テレポート抹殺できんの強すぎか、このデッキ。ティア1来たわ、パンクティア1来ました、ティア1に勝ってるからティア1です、これ来たらよしオッケーいける着地狩り成功、でかすぎる、これはあまりにもでかい。緊急テレポートあんのか、緊テレある、まあ、とりあえず一旦墓地蘇生は使うよね、
緊急テレポート使うか、先に緊急テレポート使う。でもう増進打たれても突破するわ。で自分のデッキからセアミン出してくる。北シーチューンがいるはずなので、ちょっとディアノート確か2枚も使ってますけども、一応こうしまして、でさらにこれドローを加速していくことができるため、いやこのねパンクジャム、うわうざうざうっざ、まあ、しょうがない、いいだろう、大丈夫です。アメージングドラゴンで蘇生できるんで、まあ、どっちにしてもシンクロできる。でカード1枚ドローも入る。あ、てかそもそも墓地から蘇生できるんだ、最強か、あまりに強いわ。ジャムエクストリームセッション効果と、ジャムドラゴンドライブ、ドラゴンドライブはパンクカードの効果にチェンジした相手がカードを発動すると墓地から蘇るとかいう謎のアンデッド的な効果を持っている。バコーン、ぽい、強っ。で、ジャムドラゴンドライブ効果発動して、デッキからサイキック族レベル3チューナー持ってこれる。そしてさらにパンクジャムエクストリームセッションの効果で1枚ドロープルイヤー、強えやってること強っ。一応2ビルケアしてもいいか。11進化のした後に投げればいいな。レベル8のジャムドラゴンドライブにレベル3のセアミンをチューニング、シンクロ召喚、これがパンク界最強のエース、あらあらろ、最高エンドパリッシャー、かっけ、かっこすぎ、マジでノーパンク。セアミンの効果打点をアップ、はい、このあーそうか、はからか、ごめん。で攻撃表示、攻撃表示、バトル行くぜ、バトルウェイズ最高エントポジションの効果、うおー、ピラ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 最強だわ、 あまりに強い。対戦ありがとうございました。いや、このデッキクソ楽しいわ。あとなんかモンスターの名前がかっけえ。あー、まあまあまあいいんじゃない、まあ、高校のハンドとしてはまあ旧大伝でしょうね。これは増進なんとかとして通したいですけどね。運命の旅路、勇者か。まあ勇者は増進もうららもまあ効くっちゃ効くけどな。これ血投げていいかな、本当はうららから打ちたかったんだけど、まあちょっと血投げしかないか。うららから打つとね、あの墓穴打ってくれて増進が通りやすくなったりとかするんだけども、あーはい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 、まあじゃあ墓穴はないかな。うららは一旦楽園融合に行けばいいか。いやこれ多分楽園なんですけど、これ楽園めちゃくちゃ多くなってる気がします。なんか強いです。そしてこのテーマなんか普通になんかスプライトとかにも抗えてるからすごいわこのテーマ、お普通強い。まあ言うてスプライトはもちろん強いけど、スプライト環境でなんかちょっともういいやと思ってなんか言い訳がさしてやめたみたいな人もね、あのデスペア握ってた人いたらマジでね、あ今全然いけますよ。デスペア強いです。ランクまで当たる分には結構強い。まあちょっと大会とかどうかわかんないけど、アドリビデムいいでしょう。とりあえず楽園融合にはうらら打つのは確定していて、いやでもあれか、これ先にあれか、グリフォンライダー立てられるから、これうららでグリフォンライダー無効にしちゃいけないのか。楽園融合絶対通されるのか、めんどくせえな、しょうがねえか。どっちにしても同じなんで、旅路効果発動する。で、うらら発動して、一応無効にはする。はい。で、うらら無効にして、グリフォンライダーは出てこないが、楽園融合は普通に打たれる、強すぎ。強すぎ、ワロタ。まあでも言うて、増進通ってるから、まあ。まあ、まだなんとかなるでしょ。多分2枚ドローでできますもんね。マジで、この環境、高校取ると G 通んないとゲームにならん。高校ゲーム3加減通んなかったら本当ゲームになら、来た神ゲー、冥王結界派は神ゲーでは、この場面を処理しましょうできる。ちょっと赤の楽園だけめんどくさいですけどね、セットされたら。赤ないでほしいんだけど、これ赤セットするやつかな。赤セットしたら割と、いやでもセットしてくるか、さすがにドラゴンバック装備吹き飛ばしてで赤セットエンドまでやってくる。ああ、それはしてこない。あ、してこないだったら神。してこないは神。
これは実質1秒がしかないからさ、まあこの場面を処理しましょう。いきなりやりますか。まあどこで止められるかわかんないですしね。まずはこの場面を処理しましょう。まずは冥王結界派ということで、ミラージーと黙らせて、でノーファンオーガナンバー効果、このカードを手札から墓地を送ることによってパンクモンスター一体を手札に加えることができる。このターンで切る取れないんで、冥王結界派打つとダメージゼロだから。なので増字だけきついが、増字だけきついな。増字打たれたらどないしようって感じだけども、貫通するしかないんだよ。増字打たれたら貫通するしかない。セヤミ召喚、貫通というか、まあ貫通という言い方もあるんだけど、でここでオクシーチューン、冥王結界が早かった説あるのこれ。なんかワンチャン別に貫通できるわ、あのミラージェで打たれてもなんとかなりそう。で雷先人特集 OK で、ここで一回バロネス出して、ちょっと余裕あるんでバロネスだけ出しておきます。バロバロバロネス出しておきます。 OK で、手数出るんで緊急テレポート打つ。冥王結界派ちょっと早かったかもしれない。これワンキラ取れたかもしれないの普通に。わからんけど、ミラジェイドの一望外からなんか普通に乗り越えられたかもしれん。ちょっとわからん有識者教えてくれパンク。特殊召喚するのワゴンディか。はい、でワゴン効果発動する。フィールド魔法を持ってくるよ。でフィールド魔法発動、フィールド魔法で展開すればいいんで、基本的には足りなかったのね。でフォクシーチューン効果、ゴキブリいらんくね。ゴキブリ捨てるとかいうことある？まあでも余裕あるんでね、手札に。で、シャラクサイ効果、手札フィールドから融合します。浮世絵パンクカップライゼン融合しようか。このテーマ融合とシンクロ合体してなんかかっこいいよね。ジャムエクストリームセッションのここで1枚取ろう。でやべ、スパイダー引いちゃった、まあ、出せるか。浮世絵パンクカープライジン効果と、自分をリリースしてデッキからディアノートおよびセアミンを特殊召喚、ほいほい。そして自分の持ちのパンクモンスターをゲームから除外し、手札からパンクモンスター相対を特殊召喚。このねフィールド魔法めちゃくちゃ強いんだよね。これマジで本当に三積み考えレベル強い。これ普通に展開力上がるし、ジョールリッパンマダムスパイダー効果、カードをトラップカードサーチしながらカードを1枚ドロー。うわっつー展開力エグで、レベル5の、ディアノートにレベル3のジョールリッパンマダムスパイダーをチューニング、シンクロ召喚、あらあらパークジャンドラゴンドライブ効果発動。全然関係ないですけど、ドラゴンドライブっていう漫画めっちゃ好きだったんですけど、皆さん知ってます？ドラゴンドライブ、ドラゴンドライブっていうなんか謎の漫画めっちゃ好きだったんだ。でドラゴンドライブ効果で雪うさぎ持ってくるでしょ。そして一旦あの勇者マジで打ってほしいからこれ消えてもろて、でいや消えてもらうのあれでよかったな、旅路で。まあいいや、レベル11号だな。ミラジェイド君は破壊したり墓地送ったり除外したりするとマジでめんどくさいからバウンスしろっておばあちゃんが言ってた。おばあちゃんが言ってたんで、これとりあえず浮世絵パンアメージングドラゴンシング召喚成功しそうだぞ。ものすごい量のモンスター戻せるぜ。これセアミン効果で浮世絵パンアメージングドラゴンの打点を600ポイントアップ、かっこ永続。うわーピュ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 で一応、まあ、ダメージ入んないけど殴ることができるんで、
これはねかなり硬いと思う、おそらく。人数入る、セットしてセットして、で30秒回復できるの、あまりにも熱い。これさ、ちょっとさ、仕様変わってさ、秒数回復するの見て、秒数自分相手の高校になると秒数回復するんで、まあ、それは普通に止めていく、シンプルにアルビオンは止めていく。まあ、楽言うことか、楽言に追放、赤の楽言って打たれたらめんどくさいからね、結局ほぼ取っちゃうから。まあ、神聖打てばいいけど、これね秒数回復したでしょ。この秒数回復マジでかいから。ただやっぱかなりギリなんで、もうあと50秒あと60秒ぐらいか、あと60秒ぐらい追加してほしいけどね個人的にはなんかちょっと余裕ない時あるから、まだ言うてちょできればね、もうあと60秒追加してほしいなって。楽園融合か、普通に神戦打つよね。神戦打ちます。で、アレベル召喚してきたらデンジャラスガブで無効にすればいいから、多分大丈夫だと思う。さすがにもう一枚楽園融合って言われたらちょっとめんどくさいもう一枚楽園融合って言ってきたら、多分浮世絵パンクアメージングドラゴン出したらいけんじゃねえかな。バンスしたらなんか、あでも一応アルビオいいのか、もちろん結局ミラジーダ出されるのか、どっちでにしても微妙だな。アルベル召喚効果発動、いいだろう。うわっ、ジョールリッパーク、デンジャラスカブ発動、普通に効果無効、これ無限保養ですね、基本的には無限効用効果で相手のモンスターを無効。 OK でライフ回復、パンクがいたらその分だけライフに回復なぞ。旅路効果、雪うさぎ発動、すでに表側表示で存在しているカードの効果発動した場合、これからの手札からぶん投げることによってそのカードを無効にし、破壊することは無効にはしない、破壊することができる。だから永続だから結局破壊される、無効になって。神神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 全部戻してやる。レベル8の浮世絵パンクカープライチングにレベル3のシャラクサイをチューニング、シンクロ召喚現れろ、浮世絵パンクアメイジングドラゴン、ジャムエクストリームセッションの効果でワンドロー、さらに浮世絵パンクアメイジングドラゴンの効果、相手のフィールドのカードを自分の持ちのサイキック族レベル3モンスターの種類の数だけバウンスできる。うおー帰れさあ、まあ相手の捨てたカード楽園追放とかかもしんないからな、俺は強いぜ。そして誰かを発動しない、攻撃表示変更、攻撃表示変更、うわバトル行くぜ。バロネシャンでダイレクトアタック、無限、無限保養か、 OK いいだろう。よし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 、でかい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 、あまりにも、いやこれ動き強くない、やっぱこのデッキ、まあ、ちょっと増進重いけど普通にやってるのめっちゃ強いわ。あまあ名誉結界派あるな。まあ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 、いや結界派で止まってくれるデッキだと嬉しいけどな。ワンフォーワンいいでしょう、何もありません。通します、通します、通し、やっばあ地獄始まる、やばい、え墓地にいんの、やばいやばいやばい、テレホンレープ始まった、やばい、ちょっとさ、もうお前さふざけんなよ、おコナミ名称タッチつけろ、おコナミ、コナミ名称タッチつけ忘れてるぞ、おいやばい動き始まっちゃった、劇的にやばい動き始まっちゃった、やばい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 、それはさすがにやばい、さすがにやばい、ちょ終わる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 、人生終わるて、人生終わるて、その展開は、うわこれどこまで伸びんのこれ。でもさ、これワンチャンさ、ま、展開に読んだけど、ちょ先行ワンキル型だったら無理だけどさ、これさ制圧型だったらこの冥王結界が止まるんじゃねこれ、ちょわかんねえな、どこまで行くんだろう。いや多分ねこれ結界派ワンチャンある、ワンチャンある、ワンチャンある、ワンある、サイフレームロードラムダ、これもランダムハンデスでしょ、ランダムハンデスだったらいける、5分の1引かなければいける、それはいい、全然いい。ラムだとパワーツールブレイバー、
パワーツールブレイバーはやばいな。パワーツールブレイバーはやばいかもしれん。うーわうー、結界波隠せ、結界波を隠せ、リストバンドの中に結界、うわリストバンドの中に、リストバンドの中に結界波を隠さなければならなかった今のは。フリング下手くそか、きっしょ、この盤面きっしょきっしょ、いや結界波あったらある、結界波、結界波、うんぬはい、ほのみくん一個提案がある。あのさ、もう今後全モンスターに名称単位置つけないか、全モンスターに、全てのモンスターに単位置つけた方がいいと思うわ、名称でな。